まあ、あの現役を続行させていただきたいというふうに思って今回こういった会見を開かせていただきました。自分自身にはもう一つこう夢というものがあって、まあ、ずっとそれはもう年齢を理由に自分でこう蓋を閉めていたものがずっとあって、それもまあ僕の中ではずっと引っかかってたことの一つがやはりオリンピック、周りの方に無理なんじゃないかとか、まあ、笑われるんではないのかというふうには思ってますけども、ずっと夢だったものを、まあ、諦める必要はないのかなというふうに思ってますし、現役である以上はそこを目指していきたいなと。